1931年頃のブロードウェイ特急ブロードウェイ特急はペンシルバニア鉄道がニューヨークシカゴ間で運行した旅客列車である。1902年にペンシルバニアスペシャルとして運行を開始しニューヨークワシントン DC とシカゴの間を結んだ。1912年にブロードウェイ特急に改称された。ブロードウェイの由来はマンハッタンの通りのブロードウェイではなく PRR の本線の複々線区間がブロードウェイと通称されており、その区間を通ることによる命名である。ニューヨークとシカゴの間を結ぶ列車としては、ニューヨークセントラル鉄道の20世紀特急と競合関係にあり、同列車との間でサービス競争が展開されていた。20世紀特急はハドソン側と五大湖に沿った平坦な線区を走るが、ブロードウェイ特急は、 アパラチア山脈を越える山岳線区を走行した。1938年、客車が従来の重厚性客車から軽量客車に更新された。軽量客車のデザインは、電気機関車の GG1 型と同じく、レーモンドローウィによるものである。ローウィのデザインは、蒸気機関車でも K4 型の流線型化改造車や S1 型で採用され、 ブロードウェイ特急の牽引機に使用された。ニューヨークのペンシルベニア駅からハリスバーグまでは、電気機関車の GG1 型が、その他の区間では、蒸気機関車がそれぞれ牽引した。1971年のアムトラック発足後も、同社が運行を継続したが、旅客需要の減少により1995年に運行停止となった。1953年5月23日の編成。 ありがとうございます。